うもこんにちは。どうもお集まりいただいてありがとうございます。わーいっぱいいますね。ありがとうございます。ネットでご覧の皆さんもありがとうございます。ここからのお時間はですね、昨日に引き続きましてファイナルファンタジー14出張プロデューサーレターライブ in 幕張ということでお送りしていきたいと思います。私昨日に引き続きまして進行を務めさせていただきますスクエニックスの室内です。どうぞよろしくお願いします。噛んじゃいました。ではですね、今日いろいろネタが盛りだくさんございますので早速この人をお呼びしたいと思います。ファイナルファンタジー14新生エオルゼアプロデューサー兼ディレクターの吉田直樹です。どうぞ。皆さんおはようございます。すごいたくさんの方、あ、吉田ってまたなってます。最近この弾幕流行ってますね。最近ね、ちょっとね、くしゃみがひどいんですよ僕。なんかいろんなところで、なんかロックマンみたいな人にね吉田って言われてる感じがすごいするんですけど、触れましたね、その件についに触れました、ね、はい、はいはい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、早速始めていくんですが、はい、出ました、このコーナー。昨日に引き続きまして、はい、スクエアエニックスからのお知らせがございます。あ、スクエアエニックスからのお知らせがございます。2回言いました、大事。そこが大事なの、はい。最近あれですね、フィッシングメールが流行っているので、はい、お気をつけいただきたいというお話です。はい、昨日のね、放送ご覧になってない方とか、会場に来られなかった皆さんのためにちょっとだけ、ご説明させていただくと、はい、そのフィッシングメールってなんか難しそうに聞こえますけど、要は何かというとスクエアエニックスの名前を語って、すごくね、ここにスクエアエニックスと ID を入れてくれればアイテムを差し上げますとか、ギルをたくさん差し上げますみたいな甘いメールを皆さんにお送りして、その皆さんのスクエアエニックス ID とパスワードを盗み取ろうみたいなね、そういう犯罪行為をする、やからが増えております。はい、ですので皆さんね、ご自身の、スクエアニックス ID とパスワードはぜひ厳重に、バレてしまうとね、皆さんの大切なアイテムとか、なくなってしまったりすることもあるので、ぜひね、スクエアニックス今ファイナルファンタジー11とファイナルファンタジー14とそれからドラゴンクエスト10とスクエアニックス ID 使う機会非常に多いと思います。ぜひね、セキュリティートークンというものの導入を皆さんにお勧めしています。ソフトウェアトークンはスマートフォン、Android と、iPhone で無料になってますので、はい、ぜひお使いいただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フィッシングメールに関する注意喚起と、それからアカウントを守る方法についてはスクエアエニックスホームページの方にも情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてそれでは今日はいよいよプロデューサーレターライブを始めていくかというとこなんですが、はい、なんですが今日はですね、はい、冒頭にゲストがございます。ゲストあんまりゲスト言ってるとね、あの方また言ったそれ言うとほらハウジングなんちゃらが来そうじゃんみたいな、あれ話が長いからいいんです。あの話長いからいい。はい、ね、それでは早速ご登場いただきます。はい、この方にご登場いただきましょう。ライトニングリターンズファイナルファンタジー13プロデューサーの北瀬義則さんです。お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんご存知とは思いますが、今年の E3 から急遽決まった、ライトニングリターンズとファイナルファンタジー14のコラボですが、はい、このツーショットもすっかり見慣れてきましたよね。はい、どうでしょう。まあ、そうですね、E3 で、はい、ひょんなことから、はい、きっかけで、コラボしようって始まりまして、はい、結構楽しいですよね、はい、FM のコラボ。まあ、でも僕はやっぱり北瀬さんの横に並ぶと緊張しますよ。本当に、はい、どうでしょう、コラボの状況なんていかがなんでしょうか。そうですね、だいぶ開発が進んで、昨日はね、ちょっとドラクエと FF11 との、はい、コラボを発表させていただいて内容を出したんですけども、今日は北瀬さんにも来ていただいたので、また突然ですいません、ね、ついに動くものが何できたので、まあ、なんかあるから来てくださいって言われたんですけど動くものがある、はい、ですのでこの場でクオリティチェックをしていただいて、僕もまだ何も見てないんですよ。はい、これ、あれですね、うん、まだ見てない方のために一旦おさらいで、これまでどんなものをお見せしてきたかというと、はいはい、静止画をお見せしてます、はい、こちら、はい、ね、ライトニングとスノーになれるというやつですね、はい、あともう一点ありますか。はい、はい、まあ、エオルゼアにライトニングさんがやってくると、ね、はい、はい、これ静止画見ただけでも結構ビビりましたけどね、はい、僕ね。そして吉田さん、今日は動画なんですね。これが動画になっておりますので、はい、では早速、はい、
我々脇にずれてですね、ちょっとゆっくりとクオリティを、しょぼかったらダメ出ししてもらって、わかりました、わかりました、はい、滝田さんこちらの方にお願いします、はい、ました、はい、それでは、はい、公開クオリティチェックということで、はい、それでは映像の方よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。えらいことになってますね。はい、でもなんか、はい、ライトニングはコラボするっていうのは聞いてたけど、はい、なんか違うのもいっぱい出てたような気がする、ね、なんか今いたようないなかったような、あの召喚獣、あのエオレザーの世界にもバハムータやオディンいると思うんですけど、はい、まあ、今出てたのは、まあ、サーティン仕様の、まあ、あのオディン現場がですねゼガヒでもね、やっぱりこうライトニングさん、ただエオルさんに来ただけじゃなくて、はい、宿命を背負ってと、ね、鳥山さんとなんとシナリオを一緒に、鳥山さん自ら、ね、あ、詰めてもらったんで、それでちょっと現場同士が盛り上がっちゃって、なるほど、今回ね、確かに、ね、現場同士が結構実際やり取り始まったら、はい、まあ、きっかけは僕らが適当に適当に始めたんだけど、はい、現場同士が結構盛り上がって、はい、データのやり取りとかでしてたみたいな、楽しそうでしたね、はいはい、あの見ていただいたようにイベントもストーリーも入ってるので、お、はい、そこまでね本格的だった、あの装備ぐらいかなと思ったら、いやいや、もうガチでやりましたので、 ありがとうございます。どうですかクオリティ的に、皆さんどうでした今、よかったですね、よかったですか、ありがとうございます、ありがとうございます、すごく良かったです、ありがとうございます、じゃあ安心しましょう、はい、吉田さんにもう一個質問があるんですけど、うん、今ご覧いただいたこのライトニングと一緒に戦えるものですが、はい、これいつ頃からプレイできるんでしょう。キサスさん、ライトニングリターンズファイナルファンタジー13って発売日っていつでしょう。11月の21日なんで、あと2ヶ月後ですね、はい、なので、はい、その発売を祝してですね、11月14日、1週間前からちょっとストーリーも実はちょっとだけそれ意味があったりするので、そのライトニング発売前からフルアクティブタイム、噛んだ、フルアクティブタイムイベントの中でライトニングさんが登場するというストーリーが始まりますので、ぜひねプレイヤーの皆さん楽しみにしていただけたらと。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、私も14入ってプレイしてるんで、ぜひじゃあ14の中で体験したいと思います、はい、よろしくお願いします。まだ僕見てないんでね、そのイベントも、始まってからダメ出しとかやめてください。オンライン上で呼び出してダメ出し、はい、GM コールとかしちゃって、はい、いやそれはしないですから、はい、はい、ありがとうございます、はい、では早くも名残惜しいんですが、北橋さん、はい、次のステージの準備があるということで、はい、ここまでということですね、はい、最後に皆さんに一言いただいてよろしいでしょうか。そうですね、こうやって FF ファイナルファンタジーの同士が、まあ、こういう近いねタイミングでコラボレーションするっていうのは非常にこう結構初めてに近い試みなので、はい、作ってる僕らも結構コラボ楽しかったので、うん、まあ、この楽しさがちゃんとね、はい、皆さんに伝わるようなコンテンツになればいいなと思ってますので、うん、はい、ぜひ皆さん、両作品とも遊んでいただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ライトニングリターンズファイナルファンタジー13、北さんでした。拍手をお送りください。ありがとうございました、ありがとうございました。緊張した。うっすら緊張されてますよね。はい、はい、そんなわけでライトニングコラボでした。はい、というわけで早速我々は所定の位置に戻りましょう、はいはい、あれフェイトなんですよね。まあフェイトですね。あれちなみにあれ音楽ってあれなんですか。まああのね、あの曲の後に14のロゴの出る違和感すごかったですね。ただやっぱりライトニングさんといえばね、先行ね、はい、ですのでプレイヤーの皆さんね、11月中旬ぐらいには多分体験できるので、
あのフェイトにジョインした時に曲がどうなるのかぜひ楽しみにお待ちしていただけたらと思います。はい、はい、それでは、早速14の、はい出張プロデューサーレターライブ2日目をお送りしていきますが、はい今日のテーマの確認です。こちら、はいはい、本日はこの4つのテーマについてご紹介しつつ、皆さんから事前にいただいた質問に答えていこうということでお送りしていきたいと思います。はい昨日は、新規の方も、いらっしゃるということで、はい、割と数字から、うん、その今のエヴォルゼアを追って割と基礎的なところをお話ししたと思います。で今日は、はいガチガチドロドロのいつもの濃そうなプロデュースされたライブになっていくと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では早速いきたいと思います。最初のコーナーはこちらです。はい、はい、大迷宮バハムート、はい、こちらご紹介いただいてもいいですか。はい、大迷宮バハムートはまあ、すでに実装されている 2.0 で、プレイ可能な、コンテンツの一つですが、はい今実装されている14の遊びの中では最も難易度が高いでフルパーティー8人で挑むダンジョンになってます。で現時点では全5層と書いてある通り、はい、この後このダンジョン、今回で終わりではないです。どんどんアップデートされてシナリオが進んでいくという、新しいタイプのコンテンツになってます。で前後そうあってですね今回その大迷宮バハムート開港編という、ストーリーが進行してるんですが最終前後そうまだ突破されていないはず。はいはずそのはずですね。あ多分お客様の顔を見ているとそんな話は聞いていないということなので多分大丈夫でしょう。第5層を突破した最後に、大ネタのカットシーンがあるんですけどまだどなたもご覧になってないと思います。はいで何がわかるかというとファイナルファンタジー14のオープニングムービーをご覧になった方も多数いらっしゃると思うんですけどバハムートが大暴れして一回世界が焼き尽くされた後あのバハムートとかルイズ・ワのじいちゃんはどうなったみたいなそのあたりのストーリーが語られていくエンドコンテンツになってます。なるほど、はい、今日はあれですねそんな人類未踏の場所があるという大迷宮バハムートですが、はい、ちょっと動画でご紹介いただけるんですよね。そうですね、はいまだ皆さんご覧になっている方も少ないと思うのでダイジェストでどんな中身になっているのかというのだけ公開させていただこうかなと思います。ではどうぞ。すごい。まあこんな感じでですねかなり雰囲気が前後層バラバラに違ってます、はい、あとオープニングでね衛星ダラガルから降ってきたくさびが、いろんな形で出てきたりあの天体の秘密も、徐々に明かされていくというコンテンツになってます、はい、そうで結構雰囲気全然違うんですね。はいかなり違いますね。でストーリーも結構凝ってるのではい、はい
まあ、これから、はい、長く楽しんでいただける、我々若干聞き慣れちゃったんであれですけど、はい、BGM 相当すごいですよね、これ。そうですね、アンサーズのアレンジになってます ね。あれバトルが始まるとテンポがまたアンサーズのまま急変したりするんで、はい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 、結構曲も凝ったことをやってます、はいはい、ぜひその辺も注目していただきながら、いつか皆さんも挑戦いただきたい、いつも言ってますけど、はい、今はこの開口編超最高難易度ですけど、だんだん、パッチが進むと皆さんにボーナスがついて、だんだん皆さんでもクリアできるようになっていくので、はい、まあ、コツコツご自身のペースで遊んでいればいつかちゃんと到達できるようになりますので、ぜひね、ゆっくり皆さんのペースでプレイしていただけたらなと思います。はい、はい、そんな大迷宮バハムートですが、はい、質問いただいてますので順番に聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。最初の質問です、はい、先ほどちらっと話も出ましたが、何人ぐらい最後までクリアしていますかというのは、まだいないということなんですよね。まだいないですね、はい、第4層までの突破報告は、世界最速でファイナルファンタジー11から有名なオーダーオブブルガーターの連中が、はい、北米のギルドですね、1軍、あそこ3軍ぐらいまであるはずなんですけど、1軍が最初に突破して、はい、で今日本のプレイヤーの皆さんでも4層突破したっていうチームが4つ5つぐらい出始めてきてるはずです。で、誤想で心が折れるっていうふうに今言われている状態ですね。はい、はい、で、その数なんですけど、はい、いろんなその4層まで行ったよとかいう数を吉田さんが聞いて、はい、吉田さんの想定、思ってたよりも多いですか、少ないですか。3層を抜けるまでに多分3週間、僕ら数字でゲーム作ってるので、はい、おそらく3週間だろうって言ったところ、2週間でブルガーターに突破されたので、はい、一周ブルガータ早かったです。なるほど。ただ大体やっぱり、4層まで突破し始めたチームが一気に増えたのは3周目からなので、大体想定通りかなという感じではあります、ね、はい、ありがとうございます、はい。では次の質問です、はい。パッチ 2.1 で第5層以降を追加する予定はありますかという話ですが、パッチ 2.1、今日もお話ししますけど、クリスタルタワーという新しい、はい、24人で、挑む場所があるんですけど、同じくどっちもアップデートされていくコンテンツで、はい、パッチ 2.1 でクリスタルタワーが入ります。で、パッチ 2.2 で大迷宮バハムートの続編が公開されて、はい、で、パッチ 2.3 でクリスタルタワーがっていう感じで交互に進んでいくことになります。ですから 2.2 ですね。はい、はい、2.2 で続編が出る予定であるということで、はい、ありがとうございます、はい。では次です。次の質問、現状の仕様では、新コードが毎週火曜日にリセットされると思いますが、はい、新コードのリセット期間を短くしたりして、もっと気軽にお手伝いできるようになれないんですかという質問です。仕様をちょっと説明しておくとですね、はい、まだ皆さん行ってない方もたくさんいらっしゃるので、うん、大迷宮バハムトってものすごく難易度が高いで、それぞれの層にボスモンスターがいるので、倒すと進行がセーブされます、はい、プレイヤーに。で、それが7日間維持されて、7日経つと1回リセットされて、ですので同じところを何度も何度も繰り返すってことができないようになってます、はい。で、その仕様はしばらく変える予定がありません。なるほど、ごめんなさい。はい、はい、ありがとうございます、はい。で、次の質問ですが、はい、これも似たような質問ですが、現状一番進行度が進んでいる人がリーダーを務めないといけないんですが、はい、この点も変更の可能性ありますかという質問です。こっちは、プレイヤーの皆さんの状況を見て、それぞれのフラグのどれを、はい、その今回、有効にするみたいなのは考えたいとは思ってます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい。それではもう一ついきましょうかね。パッチで難易度が緩和されていくようなことを前に言っていたと思いますが、はい、追加装備などで相対的に難易度が下がるのか、はい、それともコンテンツ自体の難易度が下がるのか、はい、どういうその緩和というのはどういう方向性で緩和していくつもりですかという質問です。皆さん、僕らがクエストインスタンスバトルと呼んでいる、あのシナリオ上大きな NPC たちと一緒に戦うようなバトルがたくさんあって、はい、あれを連続で負けるとこう超える力っていうのが発動して、こうプレイヤーパワーアップしたりすると思うんですけど、ああいった形になります。なるほど。ですので緩和されるとプレイヤーの皆さんに、クリスタルの力加護が授かって、まあ、ブーストされるので、はい、楽に倒せるんじゃないかなと、はい。じゃあ、時間が経てば経つほど
っていうほどすごい頻繁じゃないでしょうけど、はい、いつかはあの自分たちでもいけるんだなと思ってていいぐらいの感じなんですかね。あ、もう全然それは、はい、そうなります。はい、やっぱりありがとうございます。A、大迷宮バハムと先へ進んでいくって言ってるのにずっと開口編でクリアできないってはいはいはい、はい、意味がないので、はい、いつもお話ししてるんですが、今新生ファイナルファンタジー14スタートしたばかりで、山の頂き、このちょうど大迷宮バハムと開口編ってチョモランマみたいなもんですね、はい、前人未到、まだ誰も登れてないぞ、ただこれがパッチが進むとだんだん坂が緩やかになってきます。山じゃなくてハイキングコースになる、うん、でさらに奥にまた新しい高い山がそびえていて、うん、もう最先端走りたい人たちはもう常にその世界最高峰の山に挑戦しますけど、皆さんはゆっくり、気がついたらハイキングコースだったねっていう感じで挑戦していくので。なるほど、はい、焦らなくて全然構いません。じゃあご自分のペースでゆっくりやっていただければいいよというのは変わらないということですね。はい、あんまり焦ると本当に心が折れると思いますので、ゆっくりでいいと思います。僕らも開発調整中何度も折れましたんで、はい、はい、ありがとうございます。では大迷宮バハムートの方はこの辺にさせていただいてですね、はい、いよいよ次からはパッチ 2.1 の内容に入っていきたいと思います。行く。はい、行きましょう。はい、最初はこちらです。クリスタルタワー。クリスタルタワー。初公開。アートですね。いきなりすごいアートが出てますが、ステージ向かって左側が、はい、まあ、手前下の方にいるのが冒険者たちですね。皆さん、はいはいはい、皆さんに当たる。で、巨大な何かにこう踏み潰されようとしているみたいなね。で、右側はクリスタルタワーボス集結みたいな。これはまたごついことになってますね。あのファイナルファンタジー3をプレイされた方、いくつか見覚えのあるモンスターがいたりするんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、あの向かって左のね、あれね、某漫画のショックみたいになってますけどねはい、すごい会場がざわっとしましたね。いやいやいや、でじゃあ次スライドを進めてください。はい、どんなコンテンツかご紹介お願いします。はい、クリスタルタワーはフルパーティー ×3、はい、フルパーティーって8人でパーティーを組むので、うん、それを3つ分です。つまり24人で、はい、コンテンツにチャレンジしていただきます。で、先ほども言いましたファイナルファンタジー3のラストダンジョンであるクリスタルタワーが、はい、今のテクノロジーとクオリティで復活して皆さんにその頂上を目指していただこうというコンテンツです。はい、で当然、おなじみのボス、その FF3 の世界をご存知であればそういったボスたちが登場します。で、高レベル向けのダンジョンですのでレベル50になってから、24人で挑戦していただくという内容になってます。ははー、すごそうですね。そうですね、でもまあバハムートよりは全然楽だと思いますので、はい、なるほど、はい、ではちょいちょいもうスクリーンショットですね、これ実機の、画像を交えつつ、進めていけたらなという感じですか。はい、もうちょっとじゃあ中身をご紹介いただきましょうか。そうですね、これ入り口ですね。はい、あ、言っちゃったはい、スライド行こうか。まあこんな感じになってますね、なんかね、プレイヤーキャラクター置いてないのでサイズ感わかんないと思いますけどすごいでかいです。24人がね動き回る、そうですよね、はい、さらに、ああすごい雰囲気ありますね。はい、であれタワーっていうね感じがするかもしれないですけど、はい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 、ファイナルファンタジー3をプレイ最後までプレイしたよという方いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。 ありがとうございます。いらっしゃいますね。クリスタルタワーって古代の民の迷宮っていうところを抜けないと入れなかったと思うんですね。はい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 、で僕らさっきライトニングも見ていただきましたけどこだわるのでやっぱり FF に関しては当然、まあ、いきなりクリスタルタワーに入れるとは思っていただきたくないなということだけ言っておきます。なるほど、はい、手前もあるよということなんですね。そうですね、はい、はそうなるといろいろ気になる質問が増えたかもしれませんが、はい、なるほど。これちなみにバハムートとの住み分けってどんな感じになるんですか。バハムートは相変わらず 2.1 でも、はい、史上最高難度コンテンツなので、はい、こっちの方がカジュアルですね。あは、なるほど、はい、気軽に遊べる感じのコンテンツになるんですね。はい、コンテンツファインダーにも対応しますので、なるほど、はい、いけると思います。ちょっとね最初作ったら難しすぎたんでこれはあかんと、はい、はい、それでは、そんなクリスタルタワーの質問の方に行きたいと思います。はい、画面の方多分、変わっていくの で、 そうです、ね、皆さん見ながら、僕もちょっと画像触れつつ
質問にお答えしていこうと思います。はい、お願いします、はい。最初の質問です、24人で参加した場合のパーティーリストがどのようになるのか教えてください、はい。現状のリストが3つ並ぶのか、はい、どうなるんでしょうというものです。もちろん、PS3 でプレイされている方もたくさんいて、画面占有率非常に大変だと思うので、はい、専用のリストをちゃんと作る予定です。はい、じゃ今のやつが単純に3つに増えるわけじゃなくて、はい、専用のこれ用のリストになるということですね、はい。たださっきもその24人と言いながらフルパーティー ×3 と言ってるので、はい、基本は自分のパーティーのケアをしていればいいと思います。あ、なるほど、はい。基本ユニットは8ということなんですね。そうですね、はい、はい。では関連した質問ですが、はいはい、その24人のアライアンスでは、パーティーのロールはどういう割合になるんでしょうか。昨日もちょっとご説明しましたけど、はい、そのタンク前衛で盾をする役、はい、アタッカー DPS ですね、ダメージを出す役、はい、それからヒーラー回復をする役、ありますけども、はい、これも、フルパーティー ×3 ということで、皆さんが今遊んでる構成と変わりません。タンクが2人、はい、DPS が4人、はい、ヒーラーが2人というのが3つ組まれてアタックしていただくというのが考え方ですね。はい、じゃああくまでも基本の単位は8 で、 そうです。それが3つということですね。はい、なるほど。ちなみに、うん、24人でわーっと戦う感じになるんですか。ちょっとスライド2枚戻ってもらっていいですか。お、戻せる、無茶を言うな。 いいです、ここでいいです、ごめんなさい、今のでいいです。はい、こっちですね。あれですね、アニー先輩優秀ですね。優秀ですね。ここに今3つのこう石板が浮いてたりするのが見えると思うんですけど、はい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 、基本大型のボスに当然24人でわーっていうのもありますし、ほうほう、まあ分岐が3つ、石板3つ、パーティーが3組、あとは分かるな的なことですね。はい、なるほど、はい。なんで今ハモったのこの流れは乗らねばなるまでという。あ、なるほど、そうですね、っていうシチュエーションもあります。で、まあ最初作ったらですね、本当にひどかったタイミングを3パーティー合わせよう、あ、なるほど、しかも順に避けようみたいな、無理っていうなので、そこまでにはしてないので、ワイワイ全滅するときはわーっと全滅してワイワイよし、リトライリトライなるほどなるほど、それぐらいの軽いノリで大丈夫なんですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。では次の質問です。1回あたりの想定プレイ時間ってどのぐらいで考えてますかというものです。だいたい90分から120分ぐらいを想定してます。当然その何度か途中全滅して、例えば、はい、プロセスかけてストーンスキンし直して、で3パーティーの足並み揃うと待ってみたいなのは当然あるので、はいはいはい、あと例えばボスを倒したけど何人もみんなその倒れている状態でレイズして衰弱明けを待ってみたいなこともあるので、はい、そうなってくると大体それぐらいですね。なるほど、はい、90分から120分ぐらいぐらいを目指しています。はい、はい、ありがとうございます。では次の質問です。パッチ 2.1 以降に実装される、はい、参加条件にアイテムレベルを追加、コンテンツファインダーですね、はいはいはい、がありますが、クリスタルタワーではこれはどのぐらいに設定されるんでしょうかというものです。はい、そんなに高くないですね、はい。大迷宮バハムートのアイテムレベルを要求したりはしないので、はあはあ、最終的には調整して、皆さんのその時点でのどこまでクエストやレリックが進んでいるかというデータで調整しようと思いますけど、はい、最後は今想定しているのは、まあ、レリックまでは頑張って作ってもらったら、ほうほう、まあ、行くかなぐらいですよね。なるほど、マシンタイタンは突破してもらうか、うん、その手前で切って皆さんでワイワイやってもらうかを今最終検討している最中です。はいはい、じゃあこれは続報をお待ちください、はい、ということですね。では次の質問です。ちょっと気が早いかもしれませんが、はい、ドロップやクリア時の報酬を教えてください。あ、気になりますね。なるほど、さすがに何ですかねそれ持ってきてはいないですけど、はいはい、まあファイナルファンタジー3の攻略本とかウェブに上がってる攻略サイトを見てあ、なるほど、最強の方にこう属してるアイテムってあるじゃないですか。ありますね。ね、フーマのなんとかとかありましたよね。ああいうのがきっと、ね、手に入るんじゃなかろうかとね。ここもかなり広いんですけど、まあね、確かにでかいですねこれ。これでかいです。でもね、よく見ると橋の両脇に手すりはなく、はあ、中央の台座の周りにも壁はないっていうね。気になりますね。あとは分かるなのパターンですね。はい、確かにこの、まあ、まあまあね、そうですね、あれです、まあ、ちょうど今日なんか何の因果か
タイタンチャレンジなんてものをやってますので、やばいこれやばいぞ、フラグが立ったぞ俺しまった、気になりますねこれね、うん、うん、はい、いやめようこの話題、はい、はい、クリア時の報酬が気になる方は、はい、もし予習をするのであれば FF3 の攻略本なんかを、そうですね、今一度見ていただくとヒントがあるかもね、そうですね、モンスターの映像なんかも見て、これがその今のグラフィックス水準でどう再現されるのかってあたり、あと技がどんなの来るかねというのも楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい、はい、ではもう一問いきましょう。クリスタルタワーのオチピーって書くなそれ昨日の話なんでね、はい、今日は大丈夫です。クリスタルタワーの BGM で、FF3 のクリスタルタワーのアレンジバージョンがあったりするでしょうか。はい、さっきね、あのライトニング登場で閃光が流れてましたけど、はい、曲はもうできてます。お、もちろん僕もクラシック、やっぱり3って僕の中で1回ファイナルファンタジーのそのジョブシステムも含めて1回システム的な完成を見た作品だと思ってるので、はい、特に当時、一番最初ファミコン版でプレイされてた方々、はい、本当に心が折れる、セーブできない、セーブできない、2時間パーとか普通だったわけで、そうですね、なのであの思い出の曲を祖剣正義がまた素晴らしい、はい、曲に仕上げてますので、ぜひね曲や雰囲気もお楽しみいただけたらなと思います。もう吉田さん OK 済みなんですか。 OK 済みです。お、はい、楽しみですね。じゃあ、はい、ぜひご期待ください、はい。それでは、次のコンテンツに移っていきたいと思います、はい、次はこちらです。ほ、ドン、来た、ハウジング来ました。ハウジング、お待たせいたしました。コロンビアから、コロンビアからおじさんは来ない、来ないです、今日はもういいです。はい、じゃあ、はい、ハウジング概要のご説明お願いいたします。はい、ずいぶん長いこと、ハウジングのお話をしてきました。で、改めておさらいになります。はい、ハウジングというのは、プレイヤーの皆さん、フリーカンパニーという組織を、今結成どんどんされてってると思いますが、そのまずフリーカンパニー単位でアジトを3つのリージョン、ウルダハ、それからリムサロンミンサ、グリダニア 3つに、展開される住宅ですね、家を、はい、土地を買う、家を建てる、うん、シンプルに言うとそういうコンテンツです。はい、で3つの家には3つのサイズがあります。 S サイズ、M サイズ、L サイズがあって、はい、小物は今だいたい380種ぐらいで、スタートしようと思ってますので、いっぱいありますね。かなりあります。クラフターの皆さん、腕の見せ所になってくると思います。あとバトルクラスの方々はその材料集めでバトルコンテンツに行くっていうシチュエーションもあると思います。はい、はい、ではこれもちょっと画像を交えつつ、ほう、あ、違うな、最初に動画がございます。動画がいよいよ、今までリムサロミンサはご覧いただいたと思うんですが、それ以外のものも入っておりますので、ぜひご注目ください。はい、はい、では動画いきましょう。どうぞ。いろいろ気になりました。はい、今かなりね、内装も外装もパーツを入れ替えていたと思うんですが、はい、まあこれ今アートが出てるのは、今映像の中にもあったリムサロミンサのハウジングエリアですね、はい、こういった場所に家が建てられますと。で、次のスライド行くと、これが今
初めて公開させていただいたウルダハの、はい、ハウジングエリアのアートですね。今もう実機になってありましたが、はい、こういった形になってます。あの動画の最初の方でかなり外観もまず変わってましたが、はいはい、あれがものすごいパーツの種類があるってことなんですね。そうですね、あの S サイズ、M サイズ、L サイズ、それぞれベースになってる家のパターンが5種類、はい、で外壁、はい、ドア、窓、うん、屋根、屋根の素材、煙突、風緑をつける、はいはいはい、つけない、あと塀を立てる、立てない、はい、どれにする、あとすべて色が変えられる、なんかいっぱいです、なんか抜けてる気がしますけど、はい、でまず外装がそんな感じ で次にご覧いただいたのが内装、はい、内装ですね、もう置きまくりですよ、何でもすごいサンプルになってましたね、はい、FF らしい、ものからすごく、一般的な家具まで、ただ当然エオルゼアの調度品に合わせて全てアートチームが一つ一つデザインを起こしたものが用意されてます、はい、ぜひね楽しみに、戦うだけがファイナルファンタジー14じゃないという最強 の、 あの生活系コンテンツになっていきますんで、はい、ぜひ楽しみにしていただけたら、何回見ても、うん、モルボルのシャンデリアを見るとブホーってなっちゃうんです、あれねすごいですね、そうそう、モルボルセットってアートチーム、ね、そうですよね、はい、本棚とかもありましたね、あれね置いてみたのね、はい、全部モルボルにしてみたのなんかすっごい臭そうなんね、で黄色くなりそうじゃないですか部屋がオーラムベイルみたいになりそうなんで、まあまあ、あなたはそこに住むんでしょ。そうです、小さい家にあれでギチギチにしたい感じです。そう、なるほど、まあ、そんな遊びもございます、はい、はい、という感じですね。で、はい、最後にご覧いただいたのが今ご紹介いただきました実機で見る、ウルダハエリアのハウジングエリアでした。これが今回本邦初公開。これこっちはアートはグリダニアですね。アートはグリダニアですね、はい、最後実機の最後に映ったのが、そうウルダハのハウジングゾーンですね。ちょっとコメントニコニコの方流れてましたけど、思ったよりいいじゃんこれって割とね皆さんねリムサ一択かなっていう方多かったと思うんですけど、そんなことはない、そんなことはないです、うん、ものすごい力入れて作ってますんで、ウルダハすごい開放感あっていいと思いますんで、これどこに住むかは好きなところにどうぞって感じで、はい、皆さんが決めていただいて構いません。グランドカンパニーの所属も別に関係ないので、 はい、お好きな場所に土地を買って家を建てていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではまたアートなど見ながらですね、はい、質問の方に行きたいと思います。はい、はい、最初の質問はまあ何を聞かれるかも薄々気づいてらっしゃるとは思います。値段は言わんよ、値段は言わんよ俺は。質問です、はい、ハウジングの土地の値段、家の値段はいくらからスタートする予定ですか。できれば S、M、L 全ての値段を教えてほしいです。なるほど S、うん、では S から、ほう、未定、あ、なるほど、 M から、次 M です、なるほど、未定、ほうほう、次 L です、未定、ほうほう、ね、ほう、皆さん今ちょっとすみません、ギルが相当金策苦労されてるんじゃないかなと、はい思います。大きくうなずく方が多数いらっしゃってちょっと心苦しいんですが、まずちょっとギルの量を、まず皆さんの手元にたまる量を増やさせていただこうと思ってます。で今値段を言ってしまうと、うん、財布にこれしかギルがないのにその値段なのとかなってしまうと思うので、ちゃんと、その時の流通状態とか皆さん の、 データを見て最終の値段を調整させていただきますので、ギリギリのギリギリまですいませんお待ちください、はい、もう本当こう値段を聞いてみたらもう倒れて無理みたいな状態にはならないようにちゃんとバランスは取りますので、ぜひすいませんそこは信用していただいてもうちょっとお待ちいただけたらと思います。じゃあ値段に関しては 2.1 直前にまで調整させるということですね、はいはい、もう各メディアさんの質問も一番最初それですよ、家の値段決まりました、お待ちくださいということですね、はい、はい、それでは次の質問いってみたいと思います、はい、最初フリーカンパニーのアジトから導入されるということですが、はい、個人用のハウジングの実装はいつ頃予定しているでしょうかということです。皆さんのフィードバックとあとサーバーの空き状況を見て、順次できれば早めに、はい、開放していきたいなとは思ってます。やっぱりねフリーカンパニーのメンバーって共同になってくるので、はい、自分専用の部屋で自分だけの趣味でこうね、それこそ、うん、だって僕のフリーカンパニーですよバーンって部屋開けたら全部モルボルになってたら、おかえり吉田さん、いや
どこだっけこの家みたいな僕別邸行っていいかなって話になっちゃうんで、なるほど、それはねさすがにあれなのでちょっと早めに検討はさせていただきたいなと思ってます、はい、ありがとうございます、はい、で続いて関連してますが、個人用のハウジングでできることを教えてほしいですと。ただ例えば、うんうん、家具を作って飾れるだけなのか、うん、それとも温室みたいな畑みたいなのを作ってなんか育てたり、あのミニオンを放し飼いにしたりとかできるんですかとか、まあ、いろんな夢が広がってる質問ですが、はい、どうでしょう。そもそもその個人にするにせよ、フリーカンパニーのアジトにするにせよ、家このハウジングっていうコンテンツだけでもアップデートがまた始まります。例えば、はい、今ありましたその例えば畑を作ってギサールの野菜を育てたりとか、あとそのチョコボのいよいよ飼育小屋を作って卵からひなチョコボで、はい、育ててって、まあ、長く遊んでいただきたいのでね、オスつがいのチョコボとかいうのは計画されてます。あと、質問によくあるんですけどクラフター、地下工房というのを今、はい、計画されていて、うんうん、そのアジトの地下に、自分たち専用の工房を作って複数のクラフターで例えば船とか空艇、はい、を作るみたいなのを、順次コンテンツとしてまたハウジング拡張していきますので、はい、はい、そちらも楽しみにしてください。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、それでは次の質問いってみましょう。はい、家の中に設置できる家具調度品は、はい、フリーカンパニーのメンバーなら誰でも設置できるんでしょうかという質問です。そこはあれですね、フリーカンパニーのリーダーやってる方が権限をどれだけたくさんの方に渡すか次第ですね、はい、あの収容3人にしか権利を渡さなければ、はい、その3人だけが動かせますし、全員動かしていいよっていう条件付けだったら全員動かせますね。はい、はい、じゃあそこは今、リーダーの方の設定次第という感じですね。そうです、そうです、はいはい、もうかなりね、はい、こういう今 FF らしいものをガンガン紹介していますが、うん、まあ、こういったオブジェクトが作れておけると。お、はい、はい、ありがとうございます。それではもう一問いきたいと思います。はい、フリーカンパニーのアジトを、うん、ギル以外のはい、支払いにする可能性ってあるでしょうか。当面はギルでいきます。ギルで、まあ、あとは経済状態とかあと広がり方とかを見て、はい、もちろんそこは考えていこうと思いますが、スタートはまずギルで、だからやるともやらないともまだ言えないです。状態を見てにします。あとさっきねローンは組めないんですかという質問もいただいてたりするので、はい、ただね、あの踏み倒される可能性だってないわけじゃないので、 です、ね、はい、ちょっと慎重に考えたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問です。はい、ハウジングの家の中やエリアから、はい、マーケットやリテイナー、NPC ショップとかいうのは利用できるでしょうか。いわゆるあの街で物を売っている NPC のショップに関しては、はい、NPC を雇ってそのアジトの中に立たせることを可能にしようとしています。おー、でハウジング専用のリテイナーは、はい、家の外にリテーナー専用のスタンドを作ってあるので、そこに自分たちのフリーカンパニーの専用リテーナーを置いてそこでアイテムが売れるようになるので、なるほど、ハウジングエリア全体ももう一つ大きなマーケットになると思っていただければ良いです。はい、はい、ありがとうございます。うん、ではもう一問きっと言って大丈夫そうなのでいきますね。はい、家具はクラフターで制作が可能ということですが、はい、クラフターで全部のクラスが活躍できるんでしょうか。多分食事調理師の方は、はい、あのもちろんテーブルを彩るね、はいはい、料理を作るっていうことになってしまいますけど、なるほど、それがね必須かって言われるとパンの家とかがあるわけではないので、はい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 、ただロールプレイってやっぱりそういうものだと思うので、はい、フリーカンパニーのメンバー全員で集まって円卓を囲んで食事をしようみたいなユーザーイベントもできると思いますので、そういった意味では全ての、クラフター、それからそれを素材を集めてくるギャザラー、それからさらにね、レアドロップを持ってくるバトルクラスとみんなで楽しめるコンテンツになると思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、質問としてはこのあたりなんですが、うん、なんかせっかく持ってきたスライドがまだもうちょっとあるっていうんで、ちょっと送ってみてみましょうか。ね、こ細かいんですよね。これぬいぐるみになってるんですよね。はい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 、目がボタンでできてたりとか、これ当然ね裁縫師が作るんだろうなと想像つくと思うんですが、うん、確かに、はい、それも妄想したくなりますね。はい、はい、次行きましょう。まあいわゆる一般的な家具、はい、本棚になりますけど、このこだわり具合をぜひ見ていただきたいなと、ね、中の本までちゃんとアートが
存在していると、もう手は抜かない14、ね、はい、指示が細かいですね。細かいです、かなり細かいです、はい、まだありますか。はい、あとはね、はそう、照明のやっぱり部屋の印象って照明でかなり変わってくるので、照明一つとってもかなり細かくデザインされてます、ね、なるほど。はい、まだあるでしょうか。ありました。まあね、モンスター系もあの水の緑ね、芸が細い、あの軸ね、右の解説軸なんてすごいですよ ね、 すね、ここに軸受けがあるんで、こっから視点になってこう折れますみたいな。ほい、はい、これは幅広い趣味がカバーできそうですね。そうですね、はい、まあ一人用の椅子から並んで座れる椅子まで、はい、はい、まだありました。これね、 L 字ソファーですね。これはいいっすよね。いいっすね、でかい家が欲しくなりそうな。でこの前モーションチームから、あのまだ寝るっていうエモーションがファイナルファンタジー14ないので、はいはいはい、うん、そろそろ行きますかって話をしてます。ただちょっといろいろ危ない映像も作れてしまうのでギリギリの線だよっていう話をして、結構今あの悩んでギリギリの線をあの攻めようとしてます。いいですか皆さん、悪いことはしちゃいけませんからね。今日一番ざわっとしました。はい、はいはい、次行きましょう。はい、はい、まあこれもそう一般家具なんですけど、ほんと小物一つ一つまでこだわって、食器もそうですね、はい、作られてます。ハウジングのある MMORPG それなりにあると思いますけど、うん、本当に細かいところまで徹底的に凝って作られてますね。これでまたすごいのが来ましたよ。これね、これ倒して買ってこいみたいな。材料大変そうですね。はい、これいいっすよね。はぁ、光ります、光ります、光るのかよ本当にって、ね、でどう光るのかいろいろ注目ですね。聞いてねえよこれはい、はい、あー出たありがとうございます。なんで俺言ったんだろう。キモい、これはキモい、すごい。さっきまあ映像にありましたから実際できてるんですよね、うん、そう、もうできてますね、はい、はい、怪しく緑色に皆さんを照らす、はい、みんな欲しいんでしょ、分かってますよいやはい、はい、ということで、今後もね続々ご紹介していきたいと思いますが、はい、一旦今日はここまでということで、はい、次のコーナー行きたいと思います、はい、こちらです。はい、ウルブズジェイル、はい、うん、狼たちの檻と書かれてますが、ざっとじゃあ説明をさせていただきます、はい、ウルブズジェイルというのはファイナルファンタジーシリーズ、初めての試みになります、対人戦、プレイヤー同士が戦う、コンテンツになってます、まあ、そのなんで狼たちの檻というかというと、そういう凶暴な人たちはここに囲ってそこでやっとけと、うん、普通にファイナルファンタジーのシナリオとか美しい世界を楽しみたい人は足を踏み入れてはならんという、男らしいコンテンツになっております。じゃあちょっと、はい、さっき褒めたせいかページがなぜかめくられなくなったんですが、うん、なぜ先輩ページめくってください。はい、はい、来た、はい、プレイヤー同士で戦う闘技場になってます。まず最初は4人対4人からスタートします、はい、でレベル30、40、50という3つのカテゴリー分けが存在します、うん、30は30で、なんでこれそのレベル50だけじゃないんだろうって不思議に思われる方もいるかもしれないんですけど、はい、レベルを縛ってつまり使えるスキルが少ない状態で組み立てるっていうのも実はかなり燃えます。それはそれで面白いので、ほうほう、30、40、50というカテゴリー分けになってます。で、はい、まあ実際じゃあ何かメリットあるのと、うん、対人戦やるの、はい、でまずそもそも格闘ゲームが好きな方って、まあ、自分の腕とね二度とその同じシチュエーション同じ対戦がないっていうのが面白さだっていうところに、うん、ある程度あの格闘ゲーム好きは分かってると思うんですけど、今回、装備とか PVP 専用対人戦だけで効果を発揮する装備とか、このウルブズジェイルの中だけで使える各クラスアクションアビリティなんかが用意されているので、ポイントをこのウルブズジェイルで戦って勝ってポイントを貯めていくと、そういったものが取れる、もらえるというのが一つポイントとしては存在してます。なるほど、はい、かなり突き詰めて遊べられることができるんですね。これもハウジングと同じで、そのハウジングが究極のバトルをあまり気にしない生活系コンテンツだとすると、こっちが究極のバトルコンテンツという形になるかもしれないですね。はい、はい、そんなウルブズジェイルですが、ざっとダイジェスト、どんな場所なのか、はい、オープンベータでも
レガシーワールドの方のみに公開されてましたが、うん、どんな雰囲気の場所なのか、まずその狼たちの檻がどんなものかをご覧いただこうと思います。どうぞ。はい、触りでしたが、まあ、今見ていただいたあのコロセウム状になっている中央の、うん、はい、ステージがプレイヤー同士が対戦するフィールドになってます。で、はい、オープニングムービーの、リムサロミンサの映像の中にもあったと思うんですけど、ヤシトラが振り返るシーンのあたりですね、メテオの大きな傷跡を三国のグランドカンパニーがお互いのグランドカンパニーのそして冒険者の腕を高めるために建造された対人戦エリアという設定になってます。はい、はい、それではそんなウルブズジェール関連の質問をまた、アートを見ながら、はい、伺っていきたいと思います。出るアートは基本このウルブズジェールで稼いだ対人戦のポイントで交換する PVP 対人戦専用装備になってます。はい、こちらもご注目しながら聞いていただけたらと思います。はい、では最初の質問です。はい、コンテンツファインダーで参加してきたプレイヤーたちと、はい、フリーカンパニーなど身内であらかじめパーティー作ってから参加してきたパーティーとではずいぶん戦力が違うんじゃないかと思うんだけども、はいはい、そこはどうやって住み分けていくんでしょうかという質問です。今、実装している仕様としては、はい、ランダムマッチング、つまりバラバラで今コンテンツファインダーで皆さんフリーでこう、1人ずつマッチングにリクエストしている場合に関しては、はい、同じようにバラバラにフリーでマッチングした、チーム同士を対戦。あ、なるほど。で例えば4人もガチガチ、うん、ものすごい装備とスキル、あと作戦を合わせてきたようなプレイヤーたちは同じような人たちとしかマッチングさせないと。はあはあ、つまり本気でやってる人たちは本気の人たち同士やってくださいと。なるほど。で今日はランダムでいいからわーわー対戦したいわっていう方たちは同じような方たちとマッチングっていう風に作ってますんで、うん、そこはいきなりなんか向こうから同じ色同じ、クレストを背負って、はい、ものすごい勢いでこうしばしった目で走ってくる4人集団とワイワイやってる4人が戦うみたいなことはほぼないので。それはないんです。大丈夫だと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、では次の質問です。はい、専用スキルという話がさっきありましたが、はい、専用スキルには例えばどんなものがあるんでしょうかという質問です。はい、ですね、はい、例えば今皆さんモンスターによく、クロマや、ジューズやってる方ってスリプルかけたりしてると思うんですね。はい、でこれ当然対人戦でも相手にスリプルかけることができます。モンスターと同じようにこう寝てしまいます。ほう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 。ね、寝てる時間が長いと何もできないわけですよ。そうですね、周りの隣にいる、ね、白魔同士がフルボッコになってるのに何もできない、はい、でこういったその自分にかかってる例えば強力な、ダメージのバフがかかってしまったデバフがかかってしまったものなんかをこう解除したり、はい、ワンボタンで自分にかかってるネガティブな魔法を全部解除とか、はい、あとそもそもこう眠っている時間が短くなる半減するだったり、それパッシブ系のアクションになる、アクションというかアクションですね、パッシブ系持ってるだけで効果を発揮するようなアクションになりますし、はい、結構な種類でスタートして、このアクションの種類は増えていきます。はい、もう一個超大規模の対人戦コンテンツ、フロントラインというものも予定、このあとこの先に予定しているので、はい、そこをめがけてさらに、この PVP 専用アクションというのは拡充されていきます。特定ジョブでしか使えないとかいうのも計画にあるので、はい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 、
はい、ありがとうございます、はい、では次の質問ですが、はい、街やフィールドなどで気軽にワンオンワンで対戦できるような機能を実装する予定はあるでしょうか。はい、結構海外のプレイヤーの方からよく質問されるんですけど、はい、自分たちがどれぐらいのダメージをプレイヤー同士出せるのかで、はいはいはい、こうデュエル1対1の決闘をしてみたいとかいうリクエストがあるんですが、うん、やっぱりファイナルファンタジーシリーズ、その対人戦みたいなところじゃなくて綺麗な世界とストーリー楽しみたいって方もたくさんいるので、ええ、そこいら中であのプレイヤー同士が殴り合ってる絵っていうのはあんま作りたくないです、うん、正直なるほどびっくりしちゃうので、このゲームいきなりもしかして殺されたりするのかなと思っちゃうと思うので、はい、どっちかというと今考えてるのはさっきやったそのハウジングの中でのみ、はい、ちょっと友達同士戦ってみるとか。なるほどなるほど、はい、あんまりね正直そのワンオンワンって正直コンテンツとしてあんまり面白いわけじゃない、うん、やっぱりこうナイトとクロマ同士が戦うとあの寝せりゃ勝ちだしみたいな、はい、近寄られたら黒負けだしみたいになっちゃうので、はい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 、どちらかというとそのテスト的に遊んでもらえるような場所とシチュエーションとコマンドをなんか用意したいねという話はしてます。なるほど、ありがとうございます、はい、といったところで、ほう、早いですね、2日目ももうお時間が来てしまいました。なんとので、アートも大体出し切りました。アートも出し切った、はい、のでそろそろうわ、ウルブスジェール短っ、はい、ということでちょっと締めに入りたいのでちょっと真ん中の方に移動しましょう。はい、わかりました。すごい、って言われてますよ。でもね、 TGS 会場暑いんです。暑いですね。皆さん本当にありがとうございます。長時間で、はい、今日は1時間にわたって、約1時間にわたってやってまいりましたが、はい、昨日もちらっとコメントあった気がしますが、この気になる 2.1、はい、いつ頃でしょうか。まあ、年内にはね、絶対、はい、出します。はい、はい、ドバッと大量にドバッといきますんで、はい、ぜひこんなに入るのかと、うん、パッチも超でかい、はい、ハウジングが尋常じゃないので、すみません皆さん、そうですね、ハードディスクの容量にはお気をつけください。早めにご案内させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。で、出張プロデューサーレターライブということで2日間お送りしてきましたが、はい、もちろん本編の、プロデューサーレターライブも今後もやっていきたいですよね。はい、ちょっといろいろ本当に、サーバー足りなくてね、はい、プレイヤーの皆さんには本当ログイン制限とかでご迷惑をおかけしたんですけど、はい、やっぱりやっとそれも増床に増床を重ねて、はい、今順調に回ってます。販売も再開できました。でさらに10月中旬にまた大きく、はい、ドーンとそうです、ね、さらにもっといけるように今、増床を重ねてますんで、はい、ようやくプロデューサーレターライブ本編も申請になってから第9回になるんですかね。次回9回です、はいはい、次回9回ですね。でパッチ 2.1 までは、少なくとも 2.1 までは、はい、毎月やろうと毎月やります思ってますので、はい、はい、じゃあ次はいつぐらい、次回ですか。次回は第9回、そうですね、10月中旬頃にはやりたいです。ほう、ゆうたやりましょう。ゆうたやりましょう。はい、じゃあ次回は10月中旬に、行う予定です。で今回確かにちょっと、物足りないと思います。普段のレターライブって大体ね、はい、2時間とか2時間半やってるの で、ね、ここからパッチ 2.1 までは特集を組もうと思います、うん、例えば第9回はハウジングだけで、もうひたすらハウジングの情報と質問に答える。まあもちろん他の質問にもね、はい、いくつか答えると思います。で、次はクリスタルタワーを大特集とか、はい、それから、今見ていただいたウルブスジェールですね。そうですね、いよいよ戦ってるシーンとかも含めて特集を組んでいきたいなと。あとは、発表させていただきました2月22日来年ね、はいはい、2014年14の年に、はい、PS4 版もそうです、ね、予定していますので、まあ、そちらの気になる情報なんかもプロデューサーレターライブの中で、はいはい、お伝えしていければと思います、はい、今後のプロデューサーレターライブの情報も事前にきっちりお知らせしていきますので、はい、ファイナルファンタジー14公式サイトやフォーラムやツイッターやもろもろをですね、はい、チェックいただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それでは2日間の締めに最後に吉田さんから一言皆さんにお願いいたします、はい、本当にたくさんの皆さん今日もね お集まりいただいて本当に暑い中朝早くからありがとうございます。本当に皆さんの、ご支援応援あって、ようやくファイナルファンタジー14新生ウォールゼアスタートを切ることができました。でこれからも本当に皆さんと新しい、常に新しい物語を紡いでいくファイナルファンタジーとして長くね
やっていきたいと思ってますので、これからもぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上で終了とさせていただきたいと思います、はい。あ、一個ごめんなさい、大事なこと忘れてた。これこの空気で危ない、ごめんなさい、私が、全て私が悪いございます。そうだ、俺も思い出した今でしょう。昨日から急遽行うことになった、はい、はい、いや、どうぞ。新生くじテンダーというコーナーがございますが、その進捗状況をご紹介するのを全く忘れておりました。完全に深々お礼をしましたよ。しかも綺麗に締めていただいたのに本当申し訳ありません。はい、はい、はい、こちらのようになっております。新生くじテンダー、なんと急いで発注してこのシールを作った。作りました。あ、そして当選が来てますね。増えた。欧米サーバーからハイペリオンの皆さん、ハイペリオン、ハイペリオンの皆さん、おめでとうございます。それからもう一つ、日本のディアマットの皆さん、ディアマットも行った。は、あ、あ、いやいやいや、あ、まだありました。危ない危ない、ほぼほぼ埋まりましたね。あと2ワールド、あと2ワールド、あと2ワールドです。これは行きましたね。これは行くんじゃないですかね。よかったよかった。落ちなきゃそのネタ、そのネタ掘り下げますか。あのね、ゲームウォッチさんにね、ほんと言いたい。僕はパッドでプレイしてるって言ってるじゃない。言ってますね。なんでマウスキーボードで普段はって、はい、不慣れな、あんな言い訳してないから、うん、してないですね。っていう言い訳言うとまた言い訳落ちって言われる。落ちて言われますね。ただですね、はい、今日も経験者の方かなり来てるんですが、はい、この会場の空気がそうさせるのか結構落ちてますね。やっぱり最大の敵は緊張ですよね、はい、緊張ですね。なので、はい、チームとしては勝ってるんだけども、あーっていう気持ちで勝ってる方も結構いらっしゃいますでもね、パーティープレイですから、はい、チーム全員の力で勝てばね、多少ね落ちようがね大丈夫です、平気です、はい、そうです、そうです、はい、勝てばいいんです、勝てばいいんです、はい、はい、というわけでボードありがとうございました。はい、はい、この空気どう締めるの君、うん、というわけで、というわけで以上をもちまして出張プロデューサーレタライブ今まかり終了させていただきと、いただきたいと思いますはい、次回プロデューサーレタライブ本編か、はい、エオールゼアファイナルファンタジー14の世界でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。